の初心者が自慢円で爆買いするということで、ハンドメイドにはめちゃくちゃ興味あるんですけれども、ただ私は初心者なんですよ。ハオタンは？同じ。インターネットですごい調べるところまで行ってるんだけれども、初心者。でも今日は湯沢屋さんでいろいろ見させてもらって、ちょっと私たちにもできるんじゃないかなっていうものを探してみましょう。行きましょう、湯沢屋さん。入り口からすごいたくさん、わすごい量の生地。これ迷うよね、毎回思うけど、なんか似たような花柄でもほんといろいろあるから。本当だよね、手芸ほとんどやったことないのに、こうやって生地見るとテンション上がる、上がるよね、なんかこの辺とか私の娘が好きそうな。でもほら成長によってさ、ピンクが好きな時とか紫が好きな時とかがあるからね、種類があるからすごいいいよね。カオタンは実際はどんなハンドメイドしたことある？私意外とやる気はあるのよ。だからモーニング娘。時代からも音楽聴きながら編み物とかしてた時期あったかもしれない。素敵お便利グッズって書いてある、いろいろあるね。何があるんだ？え、何これ？糸通しとか。何何それ、どういうこと？あ、これ？忙しい時だったら助かるかもね。まあまあ早くなんて言って朝言われることもあるの、私忙しい時にボタン取れてたみたいな、今言わないでよみたいな時ありますよね。そういう時、これボタン押すだけなの？そうなんだって。それでもう通るってこと？うん、通った。すごくない？見えるかな？すごいね。通った、できました。もうこれ糸通してイライラしなくて済むね。済むね。すごいね、こんなの売ってるんだね。今あるんだね。糸通しせっかくだから買おうかな。いや私も買いたい。テープメーカー、仮止め。仮止め結構必要じゃない？確かに。これ何？ボタン付け。ボタンセット。しかも安い。すぐなくすじゃん。98円。安っ。でしかもさ、ここにさ針刺せるようになってる。あ、いいね。かわいい。タグペタラベル。あ、ね、ほら下着とかにもさ名前つけなきゃいけない時あるでしょ、それをペタってこれお名前書いて貼っとくと洗濯しても剥がれない。あー、それめちゃめちゃいいじゃん。ちょっと私も息子と娘用に買おう。いいね。それ何？通学用の紐とかテープとか。お家でほら頑張って巾着作る時とかにつけられるよね。なるほどなるほど。何見てんの？ボタン、ボタン。なんかさ、ちょっとしたさお洋服にさ、ちょっとボタンだけ付け替えるのもありじゃない？お洋服かわいくない？バイクすごいね。なんかカーディガンのボタンとか変えてみようかな。いいね。あ、こんなのボタンどうやって付けるんだろう実用的なこういうボタンではないですよね、きっと。飾りなんですかね。わ、あの感じかわいい、ね、見てこのミモザもかわいい。かわいい。なんか女の子だったらクッションとかにしたいね、自宅の ね、 いいね。すごいカオタン似合うよ、こういうの欲しいなと思うんだけど、結構気がつくとチョコレートついてたりするのよね、こういうの。そうなんだよね。わ、これ自分で作れるってことだよね。憧れる。せっかくだからね、これを機会に作れるようになりたいよね。5歳でしょ。そう、15歳。同じ年だもんね、そろそろ習い事とかも、うちこの間のね4月からソロバン始めたのよ。おー、素晴らしい。だからまあレッスンバッグとかね。あ、レッスンバッグ必要だよ ね、 ね。レッスンバッグならさ、四角いから簡単じゃない？お、この辺だこの辺だ。入園入学オックスプリントって書いてある。いいね。いや、生地もいろんな生地が、かわいい。絶対こんなの喜ぶな娘。あ、すごい、魚めっちゃいいじゃん。魚大好きなんですよ。ほら男の子なら恐竜とかも。恐竜も好き。おしゃれだねこれ。いや、すごい、これ面白い。これリュウグウノツカイだ。うん、面白い。いろんな生地あるんだね。カオタンとこはどういう？レッスンカバンにピアノ柄も可愛いじゃない？これいいね。いや、女の子のはやっぱさ、私普段男の子のものばっかり選ぶじゃない？そうだね。だからなんかちょっとこういうの見るとワクワクしちゃう。可愛いよね。可愛い。迷いますね。女の子なのでこういうおリボンとかも好きですよね。
こうパステルカラーも好きなんですよね娘。あ、待って、これ可愛いじゃない？ちょっとお姉さんになっても使える気がする。ダイナソーはね、すごいこれおしゃれでいいんだけど、意外とあるんですよダイナソー。でもこの魚のは初めて見たから、うちは魚にしようかな。ちょうちんあんこうとか好きなんですよ息子。ちょうちんあんこうだとかって言ってテンションが上がるタイプなんで、どっちがいいかな。これもう一つのあれですよね、選ぶ生地との兼ね合いですね。けど青の方が可愛いかな。いや悩むな。ねえねえかおたん、ね、ちょっと色どっちがいいと思う？うちのお兄ちゃんの体験談なんだけど、小学1年生になると紺色とか黒とか持ちたがるんだよね。あんなに水色が大好きって言ってたのに、うんうん、暗めの色がいいって言い出すから、もし長く使うならこっちかな。そうだね、今もでもこれは今しか持てないからダメだ早っ。うん、そうだね、私悩むかもって言ってたけど悩まなかったな。早いな、これのインパクトが強すぎて。青田まだ悩んでんの？そうなのよ。いやだから今の娘が喜ぶものなのか、うん、小学生になるじゃない来年、うん、小学生になって持ってても、うん、いいものを作るか。あでもな、水色にしといてツートンにするならピンクを入れる。可愛いね。全面ピンクだと今だけかな。なんかなんだろうこの母親の考えなるべく長くね大事に使ってほしいから、え決めた、こっちにする。でブルーツートーンにしてピンク、ピンクが好きなんだけど、なんか最近ちょっと大人になってきた、水色とか紫も好きって言ってたから、決めた決めた、決めました決めました、ようやく決まりました私たち。なんか、うん、一気になんか想像が膨らんできたぞ。本当？うん、私もこれ何色を入れようかな。あここかな。うん、あなんかね割と最近ほら大人でもくすんだ色、くすみ色、うんうん、流行ってたりするからさ。そうだね、意外とさもうピンク、男だけどピンク入れちゃうとか、ちょうどこのカサゴの色と一緒でカサゴかな分かんないけど、こういう柄の色を引っ張るっていうのもありかもね。あそう統一感が ね、なんかさっきピンクとか思ったんだけど、パープルも好きなのよ、ね、うちの娘パープルも可愛いね。ちょっと薄いピンク、うん、かわいい、かわいいね、うん、皆さん悩むタイプなの？そうなんですよ、なんかさ一期のメンバーはさ割とそういうしっかり考えるタイプの人が多い気がするそうだから同じさ北海道のナッツとかとずっと喋ってるよね。そうだよね、私と矢口は割とパンパンと決めるタイプだから、うん、もうこれでいいよねみたいな。そうだよね、うん、2期メンバーそうだよね。そうだね、私とりあえずこれにしたわ決まりました。ちょっと待って、もう一回パープル合わせていい？カオタンね、衣装を選ぶときもすっごく時間がかかってました。だこの3色使ったら、そうだ、オックスフォード、いっぱいあるじゃんね、また迷うよ。なんかパキッとしてるの入れても可愛いよね。うん、可愛いと思う。これでどう？でもこれだとつまんないかな。どう？あー、これはもう好みの問題だよね。なんか経験上さ、内布がさ、濃いとさ、あれどこにあるのってなるの。物がそう、なるほどね。消しゴム出さなきゃと思って、うん、あーどこどこみたいな、なんか割と中が明るい方が見つけやすいかったなー。あーでもその色はいいよね、入ってるもんだって。そうなの、これ内布でも可愛いなと思って。あまあこれが外でもいいけど、あと一回あっちに戻ってもう一回選ぼうかな。そうだね、ここにはなさそう。全然関係ないんだけど、こういうのでも可愛いかもとか思っちゃった。これ中でも良くない？ほら、可愛いかもね、子供らしい。私も今度ピンクの色味で悩み出したよ、またこれ表の生地の話？ツートンのやつ？幼い感じにするんだったらこっちだったの。そうだよね、あのすごい春らしい感じ。そうだよね、うい、決まりました。私も決まりましたやっと時間かかりました。これ取っ手の部分かな。これもすごい種類あるんだね。個性出しても良さそうだよね。こういうのね、あ、かわいい、ね、これいいじゃん、おしゃれじゃん、すごい、どうしよう、ちょっと絶対娘好き。ラメが入ってる。あ、そんなのもあんの、うん、わ、バッグ作るって面白いんだね。面白いね、取っ手まで気をつけていろいろできるんだもんね。こういうのもありだよね、うん、ちょっと黄色のテッチが入ってるから、カオタも選んで。決まりました、このラメ色のグリーンにします。うん、かわいい。アイスグリーンっていうのかな。
わ、すごいこれ。かわいい。これなんかすごい簡単でいいっていうよね。なんか話題なんだよね、これ。結構話題。これ簡単にできんの？太いからさ、簡単に作れちゃうの。なんか私が見たのって指編み？手で編むみたいな。手で編えるの？うん。編めるんだ。これ買ってみよう。ちーワンちゃんいるんだけどね。ねえ、こんなん作ってあげたら可愛いよね。でもこれ4つも入れたら本当にもうカゴいっぱいになっちゃうんだけど。あ、かわいい。難しいかな。あ、これあれなんだ。下絵が書いてあって、そこに自分で刺繍していくんだ。刺繍するのね。あったあった。でっかく書いてあったよ。初心者向け。はい、私たち。はい。こういうのを待ってました。あ、かわいいね。ドアプレートとかね。うんうんうん。ちゃんと上手にできるようになったらさ、うん、それこそあのレッスンバッグとかにもさ、うん、かわいい柄を刺繍で入れてあげてもいいよね。そう、あとなんかお友達がね、手を拭いた時にパッってお母様の刺繍をしてるのを見かけることがあるのよ。おー、うわー、素敵だ、お母様だな、やってあげたいなっていつも思ってる。これで練習すればできるのかな。そうだね、これ練習したらいけるかもね。このリンゴとかかわいくない？かわいい。売れてますって書いてある。これ糸のセットも入ってるんだね。入ってるみたい。素敵だよね。すごい、これ作れるようになったらすごいね。うちの旦那さん、このゴッホ大好きなんです。このひまわりの絵がレプリカ飾ってある。作れるよすごい。じゃん。作れるようになるまで10年ぐらいかかりそう今度老眼になってるよ。さあ、いっぱい買いました。買いました。めちゃめちゃ爆買いですよ。そうね、でもなんか大きさは全然違うけどね。本当だよね。かおたんちゃんと爆買いした？結構こまこま買ったの。パンパンだもん、けいちゃん。そうだね、うん、あの系統がね、かなりかさばってるね。あのね、手編みのね、うん、うん、ずっしり、うん、レシートがありますので、はい、見てみましょうか。長いけどね。金額はですね、15,536円です。爆買いしちゃったちょっと1万円の予算だったので。そうだよね、だいぶオーバーしてますね、うん、そんな買っちゃった。1万円いかないと思ってたんですけど、うん、大幅に超えちゃった。初心者なのにこんなに買っちゃっていいのかな。ね、でもいつもね、ユーザー屋さんに来るとね、買っちゃうのよ。わかる。で、かおたんは？私もね、割とレシート長いんですよ、うんうん、あれ合計16,559円。けいちゃんよりいっちゃった。そんな買った？そんなに見えないんだけどね。え、何がそんなに高かったの？多分ね、私ね、刺繍キットを最後ちょっと足りないかもしれないって言って何個かまとめて買ったんだけどその刺繍キットが結構お値段するみたい。1つ1,980円とか。それだね。今日の買い物はめちゃくちゃ楽しかったし、今回選んだそのトートバッグ用、習い事バッグ用の生地、最高に可愛い組み合わせでできたと思う。あれ可愛かったよ。早く作りたいな。そうだね、うん、本当すごいね、うん、あれ、私ここ縫っていいとこだよ。あ、いいよね。